はいどうも、ミニマリストたけるです。本日もラジオ形式で動画を撮っていきたいと思います。本日の動画では片付け企画として皆様からいただいたお部屋のお写真にミニマリストが突っ込んでいくと、こういうふうに片付けるとお部屋がすっきりするよとか、こういうものを手放した方がいいよっていうアドバイスをさせていただきたいなというふうに思います。ぜひ家事をしながらだったり移動中に聞いてください。もしパパッと聞きたい方は 1.5 倍速、2倍速がおすすめです。で、本題に入る前にちょっと告知なんですけども、こちらですね、第1作目、第2作目の本を出版しておりまして、大変ご好評いただいております。先月、先々月と重版をさせていただきました。まだ読んでない方、買ってない方がいましたら、この動画の下にある概要欄に詳細のリンク貼ってありますので、ぜひそちらからご購入いただけたらと思います。そしてもう2点告知がありまして、1点目はブログですね。これもつい先月、先々月ぐらいに解説をさせていただきまして、動画を公開してから数日後にその動画の内容をまとめたものが文章化されますので、復習したい方、文章で確認したい方は下の概要欄にブログの詳細貼ってありますので、ぜひそちらからブログのチェック、フォローお願いします。最後もう1点はこちらです。9月に大阪でミニマリスト交流会を開催させていただきますので、興味のある方、参加したい方はコメント欄チェックしてみてください。ということで、ここからが本題です。改めまして、本日の動画では皆様からいただいたお部屋のお写真に対して、僕自身がこういうふうに片付けた方がいい、こういうものは手放した方がいいっていうアドバイスをさせていただきたいなというふうに思いますので、ぜひ皆さんのお部屋と当てはめながら、今回の動画を参考にしていただきながら、片付けのお役立てになったらいいなというふうに思います。では早速1枚目のお写真、こちらですね、テレビ台周りのお写真になります。もうツッコミどころがすごい満載なんですけども、一つ一つね、ちょっとアドバイスさせていただきたいなというふうに思います。ちょっとね、撮った時期が多分正月ぐらいですかね。なんか鏡餅が飾ってありますけども、季節が過ぎて、もし今ね、もう夏なので鏡餅とかね、そういうシーズンものが飾ってある場合は、撤去した方がいいかと思います。はい、多分ないとは思いますが。で、他にもですね、いくつか気になったところがありまして、まずキッチン道具があるんですよね。いわゆるその炊飯器とか電気ケトルがね、もうテレビの前にコードでね、そのつながって、延長コードでつながってますけども、そのいわゆるキッチンで使うものに関してはキッチンに置いた方がいいかと思います。ちゃんとスペースを作ってね、もう置き場所がないのであれば、キッチンをしっかり片付けて、こういう電気ケトルとか炊飯器を置いた方がいいかと思います。で、もし収納場所がないのであれば、置き場所に困っているのであれば、何かそのキャスター付きのなんか棚みたいなのをね、多分ニトリさんとかで売ってると思うので、そういうのを買って、そこにケトルとか炊飯器を置くとかでもいいんじゃないかなって思います。一応我が家ではね、そういうスタイルでやっておりますので、置き場所がなくて、きっとテレビ台のところに来たんじゃないかなと。で、動線も長くなるし、それこそね、お米がちょっと飛び散っちゃったりとか、ケーブル周りもごちゃごちゃでちょっと見た目が良くないので、キッチン周りに収納できるように置けるように、この辺も撤去でいいんじゃないかなって思います。そうするとだいぶケーブル系もスッキリするかと思います。で、もしケーブル系を使うのであれば、きちんとね、その裏側に回すっていうのは大事ですよね。やっぱコードって、生活感も出るし、ホコリもたまりやすいし、掃除の時ちょっと面倒だったりとかするので、裏側に回すというのが大事ですね。多分テレビのコンセントとか、あとは録画用の何かそのケーブルとかもね、きっと伸びてると思うんですけど、あと充電器系とか、はい、そのあたりもね、裏側から充電するっていうのは大事じゃないかなと。で、あとは、そのあんまり延長コード使うのも良くなくて、極力備え付けの、コンセントで補えるように電子機器を減らすっていうのも重要ですし、延長コードに延長コードが刺さってるんですよね。こんなに必要なのかなと思って、多分毎日使うもの、それこそ炊飯器とか電気ケトルって毎日使うものだと思うので、キッチン周りのコンセントで使ってほしいし、
あとはまあ充電器系であれば使う時に挿すみたいな感じでいいんじゃないかなって思います。だからこんなに延長コードもいらないし、延長コードがあると結局挿しっぱなしになってしまって、そこにホコリもたまります、で掃除も大変ですってなっちゃうので、延長コードは先に手放してもいいかもしれないですね。なかったらないでどうにかすると思うので、はい、ない生活をしていくっていうのは大事かもしれません。であとはテレビ左下ですね、紙袋にちょっとよくわからないですけどゲームですかねこれ、はい、入ってると思うんですが、まあこれ使うのであれば紙袋から一旦出して、で使ってるもの、使いたいものだけ残し、で他のものは手放して紙袋も処分して、で使うものはテレビ台下に収納するのがいいんじゃないかなと思います。まあテレビとかもね、普段と見てなければ、まあ、処分でもいいと思いますが、まあ、見てるのであれば残して、テレビ台とかの収納も全然いいとは思うので、この収納で事足りるように物をね優先順位つけて厳選した方がいいかと思います。基本的にはね床に物を置いちゃいけないので、こういった紙袋収納は良くないですね。続いて右側に行きまして、クイックルワイパーみたいなのがありますけども、ここに置いちゃいけないと思います。ちゃんとね掃除道具は掃除道具できちんとまとめておくのがおすすめですね。なのでよく僕自身がおすすめしたりとかアドバイスするのは、まあ、クローゼットあたりにね収納して、で立てて収納しておくのがベストです。普段視界に入らないところに置いておくのがいいかと思います。テレビ台横にゴミ箱がありますが、これも処分でいいかと思います。あのキッチン周りにねおそらくゴミ箱あるかと思いますので、もうそれで十分なんですよ本来は。ちょっと動線がね長くなって面倒くさくなるかもしれないですけど、やっぱりゴミ箱があることによって、まあ、袋のね設置だったりとか、ゴミ回収日にいろいろあっちの部屋とかこっちの部屋からいろいろゴミ箱をゴミ袋をかき集めて、処分するのもね結構大変だと思うので、もう捨て場所は一箇所にした方がいいかと思います。やっぱり汚いものとか匂うものとか汚くなるものがやっぱりお部屋の中にあったりとか目につくところにあると、特にテレビなんてねもうもろに視界に入るわけだから、そういうのがやっぱりね、特にもう炊飯器の近くはやっぱり嫌じゃないですか。やっぱ匂うし汚いし、あの虫の原因にもなるから、ゴミ箱はぜひ撤去してくださいと。で続いて炊飯器周りのものですね。おそらく紙類と、あとはちょっとこちらでアップさせていただきますが、ハサミがあり、さらにはアクセサリーみたいなのがありますね。この辺はですね、まあ、紙類に関しては処分でいいかと思います。あとお守り、なんか正月かなんかでやる矢みたいなやつあるじゃないですか。これは、まあ、もし1年経ってるのであれば、まあ、処分でいいかと思います。1年経ったら多分ご利益とかも多分なくなっちゃうと思うので、古いものは処分でいいかと思います。でハサミに関しては基本的に一家に1本でいいと思うので、2本も3本もある場合はぜひハサミだけを1箇所に集めていただいて、まあ、使いやすいハサミとかよく使うハサミを1本だけ残して、他のものは処分でいいかと思います。でハサミの収納場所に関してはもう文具でまとめてくださいと。例えばホチキスとかノリとか修正テープとか、あとはボールペンの返しとか、まあ、そういうところに収納、まとめて収納した方がいいかと思います。文具は文具でね、同じカテゴリーを1箇所に収納した方がなくし物もなくなるし、在庫管理も楽になるし、例えばあれがないこれがないってなった時に文具コーナーを見ればもうすぐに一発に見つかると思うし、使ったら戻す場所をね決めておくと散らかりの原因も抑えられると思うので、そんな風に収納するのがいいかと思います。でこれは多分飾る用のアクセサリーだと思うんですけども、まあミニマリスト的に言うと基本的に飾る用のアクセサリーっていうのは持たない方がよくて、普段使うもの、身につけるものは残してもいいと思うんですけども、ただただ飾るだけのアクセサリーってまあ見て楽しめるのかもしれないですけど、やっぱ埃がかぶったりとかね、やっぱりその例えばショッピングに出かけた時にあれが欲しいこれが欲しいってなっちゃう可能性が非常に高まります。あの身につけないにしても飾ればいいっていう発想になっちゃうので、一回まあ取捨選択して、まあ例えば半年とか1年使ってないようなアクセサリーとか、あとは対になってないアクセサリー、片方がどっか行っちゃったりとか錆びていたりとか、そういったアクセサリーは一旦処分でいいんじゃないかなと思います。あとは例えば別れた恋人からもらった
ったものだったりとか、まあ、その古すぎるものとかってやっぱりまあ運気的にも気分的にもねやっぱり良くないので、そういったものから優先的に手放し、このアクセサリーボックスそのものを手放すのがいいんじゃないかなって思いますね。では続いてテレビの真ん前ですねに、スヌーピーの置物とか、イノシシの置物とか、あとはまたアクセサリーみたいな置物、さらにはサボテンとスヌーピーの置物、あとは鍵とかですかね、キーケースかと思いますが、まあ5つぐらい、6つですかね、置いてあります。で、こういった類も、まあ、基本的にテレビ台の上には物を置かない方がよくて、というのも昔もですね、僕自身テレビ台の前に、まあ、旅行の記念品とかいろいろ置いてたんですけども、やはり掃除が大変です。テレビ台周りってめちゃくちゃホコリもかぶるし、掃除がねすごい大変なので、あんまり物は置かない方がいいです。置物とかも極力ね減らした方が良くて、例えば、まあ、このイノシシに関してはきっと干支だと思うので、干支目的で、ね、多分置いてると思うので、まあこういうのもあんまり買わない方がいいし持たない方がいいかと思います。持ったところでですよね、まあ、可愛くて置いてるのかもしれないですけど、まあ、賞味期限というか、まあ、1年の期限じゃないですか。2年後とか持たないわけじゃないです。結局捨てるものは持たない方がいいんじゃないかなと。でさらにスヌーピーの置物に関しても、まあ、できればですね1個にした方がいいと思います。どっちが貴重かっていう、どっちが自分にとって大事かっていうところで判断した方がいいと思います。まあ、なくても生活はできますもんね。はい、極力、まあ、今の生活に必要なものだけを一旦残して、でそこにプラスアルファで心が豊かになるものを数点、まあ、少数制で持つっていうのがおすすめなので、まあ、2個も3個もねこれは大事と思って残してあってもそういうのがどんどん増えちゃうので、どっちが心豊かになるかって天秤かけた方がいいかと思います。で続いてキーケースに関してなんですけども、個人的におすすめはテレビの前に置かない方がいいと思います。理由は2つありまして、まずあの玄関入ってテレビまで持ってくるわけじゃないですか、鍵を。でその動線のどっかに置いたりとかしがち、だから鍵がなくしがちになっちゃうんです。テーブルの上に置いちゃったりとか、まあ、どっか買い物した帰りとかであればキッチンに置いちゃったりとかと、玄関入ってからその鍵置くまでの距離が長くなればなるほど、あれどこ行ったこれどこ行ったってなりやすいし、プラスですねやはりホコリもかぶりやすいし、あとはテレビをつけやすいと、やっぱ連動しやすいので、鍵置いてすぐさまテレビをつけちゃったりとかする可能性が高まるので、鍵の置き場所は玄関でいいと思います。もう家入ってすぐに玄関に置いておけば、まあ、動線も短いしなくす忘れるということがないので、はい、鍵の置き場所は玄関にしてくださいっていう感じですね。では続いてテレビ台下に行きたいと思います。ここにもですねいろんな収納が入っております。ちょっと中身の写真まではねないんですけども、右の方から行きます。謎の、水色とピンクの箱ボックスがありますが、これは何でしょうか。貯金箱かもしれないですね。で個人的な見解です。はい、これはもう好みに応じて書いてほしいんですけど、貯金箱持ってる人でお金貯まる人ってあんまりいないです。貯金はですね通帳でやってくださいっていう感じですね。で、まあ、小銭貯金、その普段現金とかあんま使わなくて、で出た現金小銭をそこにね保管しておく目的だったらまだいいとは思うんですけど、こんなでかくなくていいと思います。スペースも取りますし、そんな小銭を置いといてね、基本ほったらかしになっちゃうと良くないので、500円玉貯金とかやってる人見たことはあるんですけど、あんまり貯金貯まってるイメージないんですよね。結局それもあの先取り貯金とかじゃなくて、余ったら貯金しようっていう発想じゃないですか。小銭もやっぱり、まあ、塵も積もれば貯まるかもしれないですけど、まあ、貯まってもそれこそ数千円とか数万円だからあんま貯まらないんですよね。効果としては薄いと。だったら例えば月収の 10%、20% 先取り貯金するって決めて、こういう貯金箱とか手放した方が僕はお金は増えると思います。まあ、ちょっとしたね、まあ、さっきも言ったようなその買い物に出た小銭とかを保管するような小銭箱、小銭入れみたいなのはあってもいいかもしれないです。こんな大きいやつじゃなくていいと思います。これも多分スヌーピーの箱なので、おそらく可愛くてね、あのスヌーピーが好きで持ってるかと思いますが、機能的にはない方がいいですね。これも手放してもいいんじゃないかなって個人的には思ったりとかもしました。続いて、モフモフした掃除グッズですね。これもさっきのゴミ箱同様にですね、炊飯器が上にあるじゃないですか。まあ、炊飯器はキッチンのところに置いてほしいんですけども、まあ、置き場所は、まあ、そうですね、テレビ周りを掃除するようで置いてあるかとは思いますが、掃除グッズはあんまりここ
に置かない方がいいとは思います。まあ、ちょっと多少面倒でも、まあ、クローゼット周りとかその掃除グッズを一箇所にまとめた方がいいかと思います。多分おそらくですね、まあ、これだけテレビ台の上に物があるとそんなこまめに掃除できてないんじゃないかなって思うわけですよ。だから、まあ、テレビ台の上をもうまっさらにしていただいて、まあ、掃除とかもですね、まあ、週1とかで、まあ、クイックルワイパーかける日とかに、まあ、掃除する日を決めて、その日にもうまとめてごそっとテレビ台を掃除するとかでいいんじゃないかなって思います。で、続いてその左のボックスには薬入れですかね。で、この医療品とか薬も結構溜めがちな方って多くてですね、まず一旦カゴを出して中身も全部出して、まあ、消費期限切れの薬とかもあると思います。実際にお薬もらってから、まあ、半年1年と経ってで全く飲んでないものも処分してほしいし、もらってから健康になったと、まあ、症状が治まったでしばらくその症状が出てない薬とかも処分でいいかと思います。また体調崩したりとか変なね悪い症状が出てきたらまた受診して薬をもらえばいい話で、結構その念のため持ってあるけど体調不良それこそ風邪ひいたらまた受診してまた薬もらうわけじゃないですか。だからどんどん薬って溜まっちゃうんですよね。だから体調崩したら手持ちの薬で一回試してみてそれでも治らなかったら受診するとかであれば、まあ、薬を持っててもいいかもしれないですけど、僕が今まで見てきたお部屋の方々って結構ね体調崩したら受診する人多くて、もうほとんど8割薬手放しても何にも問題なかったし、プラス僕もそうなんですけど薬をごそっと捨てたことによって体調不良になれないなっていう意識になるんですよ。だから健康とかにも意識使うようになったし、まあ、それこそ食事とかストレス発散とか、まあ、睡眠だったりとかあとは物をなるべく溜め込まないっていう風に意識するようになったから、薬とかも極力持たない方がいいかと思います。薬に頼っちゃう生活になるとですねそこに依存しちゃったりとか医療費もかさむので、はい、あんまり持たない方がいいと思います。まあ、年齢にもよるかもしれないですけど、はい、薬に甘えないっていうのが大事ですね。はい、続いてそのお隣にファブリーズみたいなものがあったりとか、まあ、ちょっと中身がよく見えないんですがこの辺もですね、まあ、全部出していただいて、左側のボックスに2つありますけどその中身も全部出していただいて、でもう本当に今使ってるもの直近で使ったもの直近で使うもの、これは残してもいいと思いますが、数ヶ月半年1年は使ってないものボロボロのものいらないものはなくてもいいものは、全部処分してくださいっていう感じですね。そしたらだいぶこのテレビ下もすっきりするかと思います。続いて、鏡餅と電気ケトルの裏側に、おそらくこれシュレッダーかと思います。でシュレッダーももう手放してくださいと、なぜかというとやっぱシュレッダーがあると紙類がめちゃくちゃ溜まるわけですよ。で処分も面倒じゃないですか。だからまあシュレッダー手放すタイミングは本当は片付けの終盤でいいんですけども、書類の片付けをしてから書類の選別をしてからでいいかと思います。で我が家にはもうシュレッダーはありません。もう書類とかも本当に幅5センチぐらいのボックスで収まってるんですよ。まあ、取扱説明書だとか契約書だとかももうそれぐらいの幅で全然収まるから紙がたまらないんですよ。もうそれ上限にたまらない。もう契約書とか取扱説明書さえあれば生活できるわけなので、もう余分な資料とかたまらないんですよね。でもし家に、まあ、例えば仕事関係の資料とか何か重要な郵便物とかも処分するにしてももう枚数が少ないからその場でビリビリと手で破いて捨ててしまえばことが済むわけなので、もうこういうでかいシュレッダーとかはいらないんじゃないかなと思います。はい、よっぽど機密事項を取り扱ってるのであればもうそもそも家に持ってって帰っちゃいけないと思うんですよね。もう会社で処分してくださいみたいな感じです。はい、まあ、家に届くような書類ってそんな重要書類届かないと思うんですよね。こんなに処分することもないと思うので、まあ、世の中物騒ですけど手でね細かくビリビリすれば全然いいんじゃないかなと思います。でシュレッダーの上にねノートとか、まあ、郵便物とかありますけど、まあ、これシュレッダーかけるつもりのものなのか分かんないですが、まあ、この辺もすぐにも破って捨てた方がいいと思います。でノートに関してもですね、まあ、別に見られて恥ずかしいこととかあんまないと思うんですよね。僕もね昔ノートたくさん持ってましたし、まあ、日記とかも書いてましたけど別に見られたところでなんですよ。別に個人情報が書いてるわけでもないし、これももし心配だったら、まあ、ノート破って捨てた方がいいとは思いますが、シュレッダーにかけるものでもないと思うし、まあ、使ってないものであればすぐに捨てた方がいいですね。でこのお写真最後ですね、まあ、シュレッダーの隣一番写真の左側に 1,2,3,4 段3段のボックスの上にまたさらに別
の収納があるって感じですかね。ちょっと途切れてますけど、基本的には僕のチャンネルでよく言うように備え付けの収納で事足りるように物を減らしてほしいので、まあ、テレビ台はちょっと別途、まあ、例外ですけど、まあ、この辺もですね、まあ、ちょっとうっすらですけども、なんかほんとごちゃごちゃしていてですね、まあ、あんまり使ってないようなものだと思います、ミニマリスト的に言うと。で、一番上の収納には何も入っていません。はい、持て余してますね。で、おそらく、まあ、ここに入ってるものの8割9割は使ってないもの、まあ、ストック系とか、まあ、念のため持っておこうっていうものがほとんどだと思いますので、まずは下の3段のボックスの中を全部出していただいて、で、真っ先にこの収納棚は全部手放してください。もうゴミにしてくださいと。まあ、もしテレビとテレビ台手放すのであれば、この3段の収納ボックス使ってもいいかもしれないですけど、はい、まあ、そうでない場合はまずこの3段収納ボックス手放していただき、で、中身のものも8割9割捨てて、で、テレビ台の収納の、ね、ボックスとかが例えば半分とか7割捨てられるのであれば、そこに収納を移し替えてもいいかもしれませんね。はい、まあ、全捨てでもいいかと思います、中身は。で、一番上のボックスにはおそらく美容グッズじゃないかなと。なんかこのルルルンかな、はい、あの多分パックだと思いますが入ってたりとかするので、多分美容グッズ系が、ね、大量に入ってると思うんですが、この辺もですね、まあ、僕自身何十件と今までお部屋の片付けしてきて、それこそ美容パックが、まあ、1ヶ月分ぐらいあったりとか、あとはなんかホテルとかで持ってきたようなアメニティとか試供品がたくさんあったりとか、あとなんかコロコロするやつがね2個も3個もあったりとか、あとそうですね、まあ、いろいろ美容グッズ系がたくさん持ってる女性の方結構多いんですけども、実際に普段使ってるものはいくつありますかっていうことなんですよ。正直僕自身今までね、いろんな片付けをしてきて、いろんなミニマリストさんお宅訪問してきましたけども、使ってるのってほんと数点です。はい、だから、まあ、この辺の美容グッズボックスとかも一回全部出していただいて、いわゆる消耗品じゃないもの、コロコロだったりとか、まあ、そういうものは直近で使うものは残していただいて、で、もうかれこれ3ヶ月とか半年とかね、まあ、数ヶ月使ってないものは売るとか手放すとか誰かに譲るとかでいいかと思います。はい、試供品とかも、まあ、このご時世であんまり旅行行くこともないとは思いますし、まあ、もし仮にいたとしてももうホテルにすでにあるわけじゃないですか。だからそういうのに頼るっていうのは大事かと思います。はい、だからもう基本的に試供品ただで、ね、もったいないかもしれないですけど、もう全部捨ててくださいと。じゃないとお部屋はすっきりしないので。で、消耗品、まあ、パックとかに関してはですね、もう今日から使っていくっていうのがすごく大事で、まあ、個人的なおすすめとしては、まあ、どれぐらい早くミニマリストになりたいかっていう、まあ、ご本人の熱量にもよるんですけども、まあ、できれば1ヶ月以内に使い切れる分のものだけにしていただいて、まあ、本当に使い切れない余分なものに関してはもったいないかもしれないですけど、まあ、手放したりとか捨てたりとか誰かに譲ったり売ったりとかがいいかと思います。まあ、職場の人でも友人でもご両親でもいいので、はい、ぜひぜひ、まあ、そんな感じで減らすとだいぶこのテレビ周りもすっきりするかと思います。っていう感じでですね、ぜひ皆さんのご家庭にも、まあ、ミニマリスト目指している方多いので結構テレビ手放してる方もねいらっしゃるかと思いますが、まあ、ご家族をお持ちの方はねテレビ持ってる方多いと思います。で、やはりテレビ周りって物が溜まりやすい場所ですし、生活感がめちゃくちゃ出やすい場所です。もうキッチンの次ぐらいに出やすい場所なので、はい、この辺りをスッキリさせるかどうかでお部屋全体のスッキリ感ってね結構大きく変わってきます。印象がね変わってきますので、あの来客が来た時にちょっとみっともないってなっちゃうので、この辺りね特に物減らして、ケーブル周りも整えて物を減らして、できちんと綺麗に収納するっていうのが大事です。まあ、基本的に床に物は置かず、物を減らして収納も減らして、もう数点ねお気に入りのものをアイテムをポツンポツンポツンって置いた方がすっきりするかと思います。色の統一感的にはね問題ないと思います。ボックスも半透明だし白のものがあったりとかして、収納的にもあとテレビ台とかもねあの木のものを使ってるのですごくいいと思うんですが、ちょっと物が多すぎかなっていう感じなので、ぜひね、皆さんのご家庭でも、今までをアドバイスさせていただいたことを参考に片付けてみてほしいなと思います。続いてのお写真はこちらです。クローゼットですね。はい、あの僕自身はね結構もうこういうクローゼット見慣れてるんですけども、まあ、衣類がめちゃくちゃありますね。まあ、ざっと見ですけど、タンスもねちょっとお写真右側切れてますけど、タンスもあるので、おそらくですね200着300着ぐらいはあるかと思います。で、
もうこの手のクローゼットはもうぜひ一回洋服を全部出してくださいと。収納ボックスにある洋服も、それから写真でちょっと右端切れてますけど、そこの中に入ってる洋服も一回全部出してくださいと。で、他のボックス、それこそ上にあるようなボックスの中身はもうそのままでいいです。とにかく衣類を先に出しちゃってくださいと。多分お部屋がもう服で埋まるかと思います。もうそれで、あ、こんなに持ってたんだっていう、まあ、後悔というか反省をしてくださいと。これだけあるとですね、おそらくちょっと多分また次回になると思うんですけど、結構広めのリビングなんですよね。だけど多分おそらくパッと見7畳8畳ぐらいあると思うんですけど、多分埋まると思います、床一面で。あ、こんなに多いんだっていう、まず自覚をしていただいて、で出す時とかもですね、なるべく同じカテゴリーのものでまとめて出すか、まあ、例えばズボンはズボン、アウターはアウター、インナーはインナーみたいな感じでまとめながら出していくか、もしくは季節ごとでいいと思います。どの季節で使うのかっていうのを、まあ、分けて出した方が選別しやすいかと思います。なので一旦全出ししていただいて、まあ本当半日かかるかかからないかだと思います、全部の取捨選択終わるの。まあ長いと1日ぐらいかかるかもしれないですけど、まあ、それぐらいの価値は全然あると思います。はい、1日がかりでね、最大1日がかりでやっていってほしいんですけども、とりあえず全部出し、ハンガーとかももうまとめて置いてくださいと。多分必要ないハンガーとかも出てくるかと思います。で、洋服の手放し方に関してはですね、まあ、まず残すものを先に決めてもいいかもしれないです。まあ、残す基準と手放す基準をまず決めてくださいと。で、例えばよくあるのは残す基準からいきます。残す基準に関しては、今このシーズンに着ているもの、着ている服、着た服、直近で着た服、あとはこれから例えば秋を迎えたりとか冬を迎えるわけですけども、今年中には絶対着るっていう服は絶対に残すって決めてもいいかもしれないですね。で、逆にまあもう過ぎたね、まあ、春とか冬服とかもあると思うんですよ。昨シーズン春、そして冬服に着た服とかもあると思うんですけども、来シーズンも着れるなっていう服も残してもいいかと思います。はい、また来シーズン迎えたら買うとかでもいいですけどね、まあ、とりあえず残すものを決めたいので、まあ、そういう基準を持つのはいいかと思います。で、続いて手放す基準なんですけども、これだけ大量の衣類があるので、できればね8割9割がっつり捨ててほしいです。で、よくお部屋の片付けで基準を設けるのは、例えば1年間着てない服、汚れた服、穴が開いた服、体型に合わなくなった服、それから年齢にふさわしくない服、まあ、色とかデザインとかですね、あとはまあ転職とかを機に、まあ、着なくなったスーツとか、まあ、ネクタイとか、気に入らないデザインとか、あとそうですね、骨格診断、カラー診断した方なんかは自分の骨格、色に合わない服とかは手放すって決めたり、あとはそうですね、コーディネートが難しい洋服とか、まあ、体型に合わない、あとは静電気が気になるとか、僕自身はそうだったんですけど、ボタンの付け外しがめんどくさいからボタンの付いてる服は捨てようとかっていう感じですかね。はい、まあいろいろね、服の手放し基準っていろいろあるので、まあ、まずはそんな風に決めて手放していくと、だいぶもう半分から下手すると8割9割手放せるんじゃないかなと思います。あとはまあ自分がなりたい姿、まあ、お部屋のものを全部片付けて、例えばこういう人生にしていきたいとか、芸能人でまあこういう人になってみたい、近づいてみたいっていう、まあ理想像があるとしたら、じゃあそのまあ、理想な人は持つかどうかとか、その自分、理想の自分にふさわしいかどうかで判断していくのもいいかと思います。これだけでもだいぶね減るかと思いますので、ぜひね洋服を取捨選択していただいて、もう売るのも結構大変だし、まあ、不要品でね、まあ、寄付するとかでもいいし、中古ショップ持ってくるのであれば、もう段ボールにいらないものをバンバン入れていただいて、で残った服をハンガーにかけてほしいんですけども、でハンガーにかける際もですね、まあ、パッと見そんなハンガーも色が散らばってるわけじゃないのでいいとは思うんですが、なるべくね色を統一させてあげた方がいいかと思います。これを機に例えば無印良品とかでいいハンガーに、まあ、揃えてもいいと思うし、まあ、手持ちのハンガーでね色を統一して残した方がいいかと思います。 できれば20着から30着ぐらいを目標にやるといいかと思います。はい、過去にですね、まあ、女性の、まあ、大学生の方だったんですけど、お部屋の片付けをしてもう30着にしますってもう断言して、そこを目安に、まあ、元々ね多分200、300、400着ぐらい服あったんですけど、まあ、シーズンごとに分けて、その方はで例えば30着とかだから、ワンシーズン、まあ、大体5着とか
まあ、もうちょっと7着とかですかね、4シーズンなので、7C28 だから、まあ、1シーズン7着あれば、まあ、30着に収まるわけですよ。そんな風に季節ごとに着数を決めてやるとだいぶやりやすいかもしれませんね。はい、なので、まあ、できれば20着30着を目安に洋服を減らせるようにして、でハンガーとかもですね、洋服の数だけ用意してくださいと、まずは。でプラスそこにプラスアルファして洗濯物用で多分数本必要だと思うので、まあ洗濯の頻度にもよるかもしれませんが、もし毎日やるとかであれば多分5本10本、まあ、家族構成にもよるかもしれないですけども、残しすぎは注意してください。残しすぎちゃうと、あ、まだ洋服がかけられるっていう風になっちゃって洋服が増えやすい、買いやすいので、もうハンガー分しかもう服は持たないっていう、もう上限を決めた方がクローゼットはスッキリするかと思います。この広いクローゼットで洋服を30着にしてしまえば、それこそスッキリ収納にもなると思うし、あとはこの下のね、水色のボックスとかも、まあ多分インナーとかね、下着系とかが、まあ、あとはシーズンじゃないものとかが入ってるかと思いますが、もうそれも多分半分とかにも減らせると思うし、さらにはですね、右端タンス切れてますけど、このタンス多分処分できると思います。で、僕のチャンネルでよく言うのはですね、やっぱり衣類を畳むってめんどくさいじゃないですか。だからなるべく吊るす収納にしてほしいんですよね。なので、まあ例えば上に着るものとかは基本的にはまあハンガーだと思うんですけども、例えばパンツとか、あとはまあインナーとかもなるべくハンガーで吊るした方が、まあ普通に乾燥機付きの洗濯機じゃなくても、まあハンガーでかけて乾かして、で乾いたらそのままクローゼットにしまえるのでだいぶ楽だと思います。で、まあ、下着系に関しても靴下系に関してもですね、無印良品で吊るせる収納を買って、で6個ぐらいねポケットがついているので、そこに収納した方がいいかと思います。そこに収まる分だけの靴下とかインナーとか下着を持つっていうのは大事かもしれませんね。例えば女性なんかでもタイツとかもなんか10個も20個も持ってる方とかいらっしゃるんですよ。なんか色違いとか、まあ、夜用とか日中用とか、あとなんか引き締め用とかいろいろ持ってる方多いんですけど、あと伝染して、まあ、使い物にならなくなって、まあ、ストックとして持ってる方とかも多いと思うんですけども、まあ、ストックも、まあ、せめて数個にしてほしいんですよね。あんまり持ちすぎても結果使わなかったりとかして、結構ね、僕のお部屋の片付けとかでもそういうタイツ捨ててる方多かったから、まあ持ちすぎは注意ですね。まあ、今後履く予定がないタイツとかは、まあ、売るか処分するか誰かに譲るかしていただいて、まあ、普段使ってるものだけ残す、まあ、プラスアルファちょっと季節によってね、まあ、厚みとかも変わってくるかもしれないですけど、まあ、せめて、まあ、必要最小限のタイツだけにしてほしいなっていうのはあります。っていう感じで衣類系は以上になりますかね。まあ、なるべくそのタンスとか、あとは下の水色のね収納ボックスとかも極力手放せるようにしてみてほしいなと思います。で最後上の方ですね、ボックスがいくつかありますが、まあ、この辺も、まあ、多分思い出のものとか、多分使用頻度が低いものが置いてあるかと思います。おそらく今の生活になくてもいいものかと思います。なくても生活ができるものが多いと思いますので、まあ、ここにあるものも極力手放せるようにね、まあ、1回箱の中を全部出して、でカテゴリー別に分けて取捨選択して、まあ、できれば3分の1ですね。まずは3つボックスがあるうちの1個のボックスに入るように選別して片付けた方がいいかと思います。で多分一番右にあるのはキャリーケースなのか、なんかのお土産の箱なのかちょっとわかんないんですけども、左3つのボックスとはちょっとなんか違うんですよね、この色合いというか形が。だからこれもですね、一回全部開けてもらって、よっぽど貴重品、大事なものじゃない限り、まあ、なくてもいいのかもしれないので、まあ、そのあたりもちょっと見直してほしいなっていう感じですかね。で、また話戻りますけど、左3つのね、ボックスで、一番右のね、この白の綺麗なボックスに収納した方がいいと思います。左2つはですね、ちょっと、まあ、汚れが目立つというか、まあ、古い感じのボックスなので、まあ、ぜひね、古いものとか汚いもの、汚れたものは置いておくと、まあ、よっぽどね、お気に入りのものじゃない限りは、まあ、その運気的にも良くないし、まあ、ほこりも溜まりやすいし、あとはちょっと、まあ、気分をね、害する可能、まあ、害するまではいかないかもしれない、下がりやすいので、まあ、なるべく白で綺麗なものがあった方が清潔感も増すし、その場の雰囲気というか、まあ、オーラというかも明るくなりやすいので、まあ、ちょっと極端ですけどね、まあ、壁も床も黒のお部屋よりもやっぱ全体が白の方がお部屋の雰囲気って明るくなるじゃないですか。
そう、それと一緒で、まあ、なるべく明るい色の箱を残した方がいいので、綺麗な箱を残した方がいいので、まあ、そこに入れていくっていうのが大事かもしれませんね。はい、っていう感じで、ぜひ皆さんもクローゼットを見直してみてください。おそらくね、まあ、見てる方の中には服がたくさんあったりとか、衣装ケースボックスがあったりとか、収納ダンスがあったりとか、あとはクローゼットの上にね箱を置きがちだったりとかするので、まあ、ぜひね今回の動画を参考に見直してみてほしいなと思います。ということで、今回の動画は以上になりまして、ぜひ皆さんのお部屋もですね、まあ、ぜひ、まあ、僕に見てもらいたいとか、まあ、なくせるものがないか見てほしいとか、まあ、どういうふうに収納片付けしたら綺麗になるかってアドバイスが欲しい方は、インスタとかツイッターで DM、 お写真をいただけたらと思います。で、最後ちょっと告知だけさせてください。9月に大阪でミニマリスト交流会を開催させていただきますので、興味のある方、参加したい方はコメント欄チェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。